はい、今回はのぞみに来ていただきました。はい、イエーイ、はい、お願いします。2回目。2回目です。前回でもハーフじゃないや、フルボールまで来たもんね。そうです。すごいよね。でも今日はハーフボールやりますか。はい、どんどん行きましょう。はい、行きましょう。とにかく好き、ビリヤード大好きなんです。ビリヤード三度の飯より好き。ガチンコビリヤードクラブ、かっこ仮。それでは早速ハーフボール、はい、説明したいと思います、はい。はい、それではのぞみにハーフボールやってもらいたいと思います。はい、ヘイトボールに向かってまっすぐ、はい、ヘイトボールにフルボールで合わせる感じで、はい、そう、ストライクポイントはセンター、センター、センター合わせて、そのままそう、まっすぐ、はい、オッケー、かぶさった、はい、完璧フルボール、はい、したらそのまま、まだあるよね、はい、そのところに向かってまっすぐフォローする。ナイスショット。おー、入れなかったー。いや、でもナイスタッチだね。そこを狙っていけば入るってことですね。今真ん中狙って、はい、ちょっとこっちに行ったってことは、はい、少し奥に当たっちゃったんだよね。ちょっとこっち側に行っちゃってたってこと。そうそうそう。はい、なので次はちょっと厚め。少しポケットの真ん中狙ってここだったから、はい、少しポケットの左側から入れるような感じにしてもらったら入るだろうな。わかりました。イメージ。イメージ。少しこれぐらいかな。微妙でしょ？本当微妙なんですね。感じを。これは想像でやるんです。想像でやるんです。オッケー。フルボール来た。あ、オッケーです。ね、さっきよりちょっとあるんですけどね。まだある、まだある。はい、来たよ。やったー、やったー、やりましたー。嬉しい。いやいや、そんなに喜んでもらえると思う。嬉しい。本当に、俺も嬉しいよ。やっぱ入ると嬉しいです。うん、ガチンコビリヤードクラブ、カッコカリ。そしたら次は、はい、右ハーフボールって言って、はい、先ほどは左ハーフだったんだけど、今度は右側のハーフボール、はい、狙います。同じです。同じです。さっきの黒のエイトボールがぴったりサイドポケットにまっすぐ向いているので、はい、エイトボールに向かってフルボールに構えてもらいます。はい、行きましょう。はい。半分に見えるかな？見える？黒が半分に切ってます。そう。ここに黒の感じを見てみて。そうそう。この辺かなをちゃんと覚えておくのが大事。黒が半分になってないとダメですよね。黒がワンボールの半分に来てるところに、はい、あ、当たった。 OK、 行きましょう。これでこっちへ行きます、うん、そしたらまだある、まだある、どいたけどまだある。で、まっすぐ行って、あ、うん、右も左も最初やっぱりちょっとかぶせすぎ、厚すぎって言うんだよね。厚すぎたので、次はちょっと薄い、今度、あ、違うわ、左ハーフは薄すぎたんだ。あ、ね、だからちょっとかぶせでみた。そうそう、これがやっぱりちょっとその左右のブレって出てくるから、今度は右ハーフの場合は向こう側の薄い面に狙う、はい、はい、こういうイメージでいきましょう。ヘイトボールに向かって今度はさっきよりも向こう側に向いてるね。はい。どけまーす。OK。OK。はい、キャッシュ。OK。ちょっと次は。やりすぎ。やりすぎていいの。今のがね、はい、向こう側に当たりすぎちゃった状態。そしたらもう、締めたもんだし。厚くいって、薄くいったんで、その間、ここです。
のイメージをして。そうです、イメージが大事。氷室京介ちょっとわかんないそうでしょう。オッケー、オッケーです、オッケー、素晴らしいね。嬉しい。あ、もう嬉しい。はい。左右、左手だと右ハーフやってもらいます。はい、次は、お願いします、はい、これあ、じゃあこれもセットしたので、ここから、はい、難しいんですよね。厚めに、私は厚めに、ハーフボール補修、イエーイ。悔しい。ね、練習ではよくできてたんだけど、そう、のぞみに教えたかったのは、はい、ポーズっていうのがあります。この間、フェザーをやってもらったじゃない、はい、フェザーの後に、ポーズって言って、オブジェクトボールを見る時間を作るっていうテクニックがありますから、はいはい、それをやってもらったら、もう、ハーフボール外れなくなりました。はい、じゃあちょっと見ててください、はい、まずはもうね、プレショットルーティーンって言って、構えに入るところまではもう完璧だから、あとはポーズができると。この時にイメージするじゃない、はい、8番がこの角度に出ればもう入りますと、はい、この角度に出すにはここに重なれば OK と、はい、ここに重なる時は9ボールがここに当たるなっていうところに、はい、おへそに合わせてスタンディングポジションを作ったら、はい、ウォークインはちゃんとできてるね。で、球先を球ボールのセンターに合わせて、はい、当てるところと球ボールを見ながら交互にフェザーを取ります、はい、3回。これで力加減をイメージしてもらってね、はい、これぐらいでつきますよの後にファイナルバックスイング、つく前のショットの前の最後のバックスイングの時にその当たるところを見てもらいたい。見ながらショット、はい、そしてついた後に当たった瞬間 100% 見てましたってちゃんと言えるぐらい見てもらいたい、はい、あの横山先生の三国志読んだことある？ちょっとわからない。三国志ってこう決め顔があるんだけど、あの顔をしてもらいたい。ちょっと見てて、ウォークインしてフェザーでここだ、クワッシャッツ。 100% 見てました。はい、っていうぐらい、はい、まっすぐ見えるってことですか？そういうことです。
チンコビリヤードクラブカッコカリ。それではポーズに気をつけてやってみましょうか。はい、はいはい、お願いします。はい、まずここで全てを決める。ここで全てを決める。そう、ここに最後ポーズ取って当てるとこあそこだよっていうね。はい、来た来た。からフェザースタート。で力加減をイメージ、そしてポーズ。見えた。あー、でもちょっとやっぱ入れなかったです。見れた。見れた。見れたらそれが大事なのよ。今の見れたら今のところはあそこだなって覚えられる。あっち側行っちゃったなって思う。そうそうなんです。なので次はさっき見たところよりもちょっと薄めにってことですね。そうです。それの繰り返しでどんどんこうアングルが身についていきますから。逆にこれをやらないと一回一回切れちゃうから。なるほど。うん、毎回新しい気持ちになっちゃう。それじゃダメ。見れた。見たけど同じ。あそこからもう一歩を尽くしたい。でも大事、それ大事。そう。勇気を持って。薄く外していいのよ。同じところに厚く外さないで、もう思い切って薄めに外していいから。しっかり見て。うまいよ。あんなピアノするようなポーズだね。いや、誰使ったかわからないですけど、スコットランドのメクレア。メクレア。あら、まあまあ、ちょっと調べときます。ガチンコビリヤードクラブカッコカリ。